昔からまた始めればいい。幸せになりたい気持ちがあるなら明日を見つけることはとても簡単。少し痩せたその体に似合う服を探して街へ飛び出せばほらみんな振り返る。チャンスは何度でも訪れてくれるはず。彼だけが男じゃないことに気づいて、小さなミステイいつか思い出に変わる。大人への階段を一つ上がったの。人生
声を